皆さんこんにちは。犬ぷんチャンネル、犬ぷんです。はい、チャンネル登録、そして各種 SNS のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は9時のね、チャレンジ動画となります。はい。早速ね、くじの概要とラインナップの方をご説明していきたいと思うんですが、ちょっとね、いつもはね、一番くじとかっていうのがね、多いと思うんですけども、今回ね、ちょっと特殊なくじで、まあ、ちょっともうタイトル言っちゃうと、ファイナルファンタジー7リバース発売記念くじということで、多くの方ご存知だと思うんですけども、ファイナルファンタジー7というね、まあ、人気、RPG ゲームがあります。まあ、それのね、なんだろう、リメイクというか、登場しているものがありまして、で、それがね、2月29日に発売されました。で、そちらの、発売を記念した、くじというものになってまして、発売元がね、これ、ゲームのメーカーであるスクウェアエニックスさん、スクエニさんですね。こちらの方からね、発売されているというものになります。で、早速ね、商品の概要の方をご説明していきたいと思うんですが、タイトルはね、今申し上げた通りです。で、発売が、こちらね、ローソン HMV ユナイテッドシネマ各店、スクエニオフィシャルストア各店、これどこにあるんだろうな。まあそういったところでね、発売されるということになってまして、取扱店舗は、こちらの方のね、サイトの、特設サイトの方から見れます。ここにね、はい、あるんで。で、パッと見たところ、ローソンが多めだなというところですね。はい、こんな感じでね、バーっと見れます。はい。ちょっとめちゃめちゃ多いんでね、ちょっと割愛しますけど、で、発売が2024年3月2日よりということで、価格が1回880円というふうになってます。ちょっとお高めですね。一番くじでも高めだと800円ぐらいなんですけども、それをちょっと上回る感じのね、価格帯になってます。はい。ではね、ラインナップの方をね、紹介していきたいと思うんですが、まず A 賞、上位賞ですね。こちらがクラウド、主人公クラウドの、フィギュアになります。こちらね、必殺技のクライムハザードをイメージしたエフェクト付きのフィギュアとなっておりまして、全長約30センチのね、結構大きめのフィギュアになっております。で、造形もね、結構良さげじゃないかなと思っているので、結構注目度の高い上昇かなと思います。で、こちらがアソートが2になってますね。はい、かなり鬼畜な設定だと思います。はい。で、続いて B 賞がミッドガル観光案内ということで、これはね、ゲームやってる方はね、おーって感じになるかと思うんですけども、ゲームやってない方はなんぞやこれって感じになるかと思います。はい。これ、まあ、ゲームに登場してくるね、ミッドガルっていうね、ゲーム内の、登場してくるところを、まあ、こういう観光案内みたいなね、形で解説するようなね、ものになってるんじゃないかなと思います。でね、こうステッカーもついてるみたいですね。で、こちらが、英語の64ページということで、ちょっと小さめなのかな?はい。ということで、まあ、ブックレットぐらいな感じだと思います。で、こちらがアソート3になってますね。はい。で、続いて C 賞が、ファイナルファンタジー7、チップテューンアレンジメントトラックスということで、人気曲を中心に7曲をアレンジされたものね、サウンドトラックとして入ってるようなものらしいです。また、ここでしかね、手に入らないサントラじゃないかなというふうに思ってました。はい。で、こちらがね、アソートが3になってます。はい。で、続いて D 賞がミニフィギュア7体セットということで、こちらが、どうやらファイナルファンタジー7リメイク発売記念くじ。前作ですね。前作のこの FF7 リメイク、ゲームが登場した時に発売されたもの。その中にラインナップされていたフィギュア。多分解消になってたのか。ちょっと私これ記憶が完全に飛んでるんですけど、まあそれをね、全部セットにしたものらしいですね。で、こちらが、アソートが2になってますね。上位賞 A 賞と一緒ですね。はい。で、続いて E 賞ですね。はい。こちらから、まあ、解消になってくると思います。すみません。ちょっと喉が、枯れて、昨日、ライブ行ってきたんでね、喉枯れちゃったんですけど。はい。で、こっち、ごめんなさい。なんだっけ。E 賞がタオルですね。はい。正方形のタオル。スクエアタオル。これが、25センチサイズのやつですね。これが全4種の16、アソート16になってます。ちょっと可愛らしいのね。ケットシーとか可愛らしいですね。はい。で、続いて F 賞ですね。こちらがラバーキーホルダーということで、全10種のアソート24。なんかデザインすごいいいんですよ。かっこいい、おしゃれっていう感じでね。どれが出ても嬉しいなという感じです。はい。で、最後がね、最後というか、まあ、解消最後が G 賞ミニフィギュア。これが全8種のアソート27ということで、多分今回の、FF7 リバースで新たに登場してくるキャラクターかなとかを、ラインナップに入れてるという感じです。これ結構いいですね。はい。ルフィとかあったり、これなんかセーブポイントがあったりとかしてね、これ面白いですね。はい。で、これがラストですね。エンドショーということで、まあ、一番くじラストワンみたいな感じだと思います。これが、ティファの、フィギュアになります。これもさっきの A 賞のクラウドと一緒でエフェクト付きのやつで、ドルフィンブローっていう必殺技のね、発動シーンをイメージしたものになってますね。これすごいですね。躍動感が半端ないです。造形も良さげだしね。はい。で、さらに、エンタメチャンスキャンペーンというのがありまして、これも一番くじいうダブルチャンスキャンペーンみたいなものだと思います。これが D 賞のミニフィギュアセットと G 賞のフィギュア。これ全部まとめて1セットにしたやつ。これらしいですね。これ豪華ですね。これはいいと思います。はい。はい。という感じでね、ワンロット、77本のね、ラインナップという風になっております。77本ってね、ちょっと中途半端なね、数字だと思います。これがちょっと何を意味してるのか、正直わからないんですけども、あくまでちょっと憶測なんですけども、7というところで、FF7。のね、7ですね。まあ、これをね、ポイントにしてるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。はい。それではね、早速くじの方をチャレンジしてまいりましたので、そちらの様子をご覧ください。2回。あ、2回。はい、ありがとうございます。やらかした。はい、ではね、戻ってまいりましたので、ゲットしてきたものをご紹介をしていきたいと思うんですが、まあ、まずこれですよね。はい、これ、まずこれっていうか、今回この、FF7 リバース。これがね、2月29日発売されました。で、犬も買ってます。でね、全然進めてないんですよ。仕事忙しくてね、大変で。で、今回のくじなんで知ったかっていうと、このパッケージ開けた時に、ここのね、プロモーションというか、チラシが入ってたんですよ、こういう。くじ発売するよって。知らなかった。あ、あるんや、と思って。で、急いで調べて、夜ね、夜な夜な行ったという感じです。で、数店舗、まあ、回ろうかなと思って、最初にいつも行くお店とか行ったんですけど、なんと売り切れてました。で、2店舗目行ったら、多分、フルロットっていうような状態でした。多分誰も手つけてないんじゃないかなという感じでね。で、あのような引きでした。はい。余談なんですけど、私、X のつぶやいたんですけど、これデスクね、ちょっと今もうプレイし始めちゃって1枚ないんですけど、なんかね、これも公式から発表してるからいいんですけど、ここにプレイディスクってあるじゃないですか。で、もう一個がデータディスクってやつで、あれ、データディスクっていうのを先に、アップロードしてからこのプレイディスクを入れて遊ぶって感じらしいんですけど、どうやらこの印字っていうか、印刷が間違ってたらしくて、これ今プレイディスクって書いてあるんですけど、これがね、データディスクらしいんですよ。で、もう一個の方はデータディスクって書いてあって白いやつなんですけど、それはね、プレイディスクらしいです。全国にね、流通してしまって大変な事態になってるようです。はい。まあ、それちょっとごめんなさい、置いといて、ゲットしてきたものをまず見ていきたいと思うんですが、まずこちらね、ラバーキーホルダー。これもね、欲しかったんですよ。会社の中ではこれがね、欲しかった。あと、もう一個ね、ちっちゃいフィギュアのやつね。これ早速見ていきたいと思います。で、ラインナップはこんな感じですね。まあ、どれでもいいですよね。まあ、クラウドは一番欲しいっちゃ欲しいんですけど、とはいえ、デザイン的に他のも結構かっこよかったりするんですよね。ヴィンセントとかこの銃のやつとかかっこいいし、ケトシかわいいし、エアリスかわいいし、セフィロスかっこいいし、みたいな。まあ、全部かっこいいんですよ。まあ、そんな感じでね、ちょっと開封していきたいなと思います。はい。じゃあ行きますよ。せーの、ほい！お、バレットだ。いや、かっこいいですね、これね。はい。ありがとうございます。そしてですよ。こちら。A 賞クラウドのフィギュア。これね、あそこがなんだろう、2個、1ロットの77本のうち2本しか入ってないやつなんですよ。で、多分、フルロットだったと思います。はい。この解消も1個もね、引かれてない状態だったんでね。いや、解消欲しかったんですよ。解消欲しい時に限ってこうなるんですよね。まあ、嬉しいんですよ。めちゃめちゃ嬉しいんだよ。もう当たらないだろうなっていうのはもう、諦め半分でやったんですよ。そしたらね、出ちゃったんですよね。はい。ちょっとね、めちゃめちゃでかいんですよ。どんだけ大きいかっていうのが、このソフトとね、比べてもらえるとわかると思うんですけども、ソフトに対してこの大きさの違い、やばくでかいです。一番くじのマスターライズ的な感じ、うん、そのくらいのサイズ感じゃないかなと思います。ちょっとね、じゃあ今から開封していきたいなと思います。ブリスター仕様ですね。よいしょ。おう。あ、中は意外とね、そんなに大きくないかもしれないですね。よしと。なんかめっちゃくそパーツがいっぱい入ってます。普通のスケールフィギュア並みに細かく入ってますね。はい、ちょっと後ろごちゃごちゃになってて恐縮なんですけど。フィギュアから見ていきましょうね。はい、本体から。はい。うん、結構いいですね。うん、ちょっとなんか、可愛らしいお顔立ちっていう感じで、クラウド感がないかなっていう気はするんですけど、でも結構、造形はすごいですね。髪の毛とかの仕上がりとかすごい細かいんですよ。塗装もね、結構綺麗で、造形がすげえ細かいんですよ。この手のとことかね、すごいですよね、この装備のところ。うん、髪の毛細かいですよね、比較的ね。なんといっても全体的なこの装備の、まあ、造形っていうか、ね、彩色も含めて細かいですよね。これすごいですね。これは結構仕上がりいいんじゃないかな。ちょっとこれね、今光当ててるんで、分かりにくいかもしれなくて、ちょっと美白感すごい漂うクラウドみたいになっちゃってるんですけど、一応ね、この陰影塗装っていうか、ほんのちょびっとね、シャドウっていうかグラデーションが入ってたりとかします、手が。きっちりね、ちょっとした、オレンジか茶色っぽいシャドウが入ってるって感じですね。はい、ボディは、こんな感じですね。服の作り方とかすごい細かいですね。で、この彩色ね、グラデーションとか墨入れとかもしっかりしてるし、ベルトとかもすごい細かいんですよね。はい。で、ズボンの部分とかも、こう、シワとかめっちゃ再現されてて、まあ、ここもね、グラデーション入ってて、で、シャドウも入ってて、みたいな感じですね。めちゃめちゃかっこいい。すごいね。このシワの寄り方とかすごいよね。すいません、どころブレちゃって。で、ブーツ、靴とかも結構すごい細かい。ね、装飾とか、足の裏とかもね、細かいんですよ。こっちで見せようか。ね、すごいですよね。ブーツの裏とかのこのギザギザの部分とかね、再現されてる。なかなかゲームのところでここもね、細かく見ないですけどね。という感じでクラウドです。で、ちょっと先に見えちゃってたんで、はい、これ台座ね。クレームハザードだと思います。はい。はい。で、注目はですね、こちらですね、皆さん大好き、クラウドのバスターソード。これね、やばいんすよ、造形とか、作り込みが。で、細かいですよね、こういうところ。で、マテリアはまってるんですよ。これやばくないですかね。で、裏返してもここ。これすごいな、造形。彩色もすごいし、細かいですね。ね、手持つところまで細かくこの感じで再現されて。この塗装とね、この再現度がすごい。すごいね。このマテリアがハマってるのがね、また何とも言えないですね。まあこれだけで十分なんですけどね。よく言えばこれクリアパースだったらめっちゃ良かったんですけどね。よし。はい、はめ直した。はい、こんな感じですね。で、台座の方にはめてきます。はい。足の部分は片方差し込ん、右足を差し込んで左足の方はね、この支えの支柱パーツがあるんで、それに置いて、で、バスターソードを、ここね、上のところのこの間にポコッとはめ込む感じです。はい。はい。ということでね、こんな感じで完成です。いやー、やばいっすね。めちゃめちゃね、でかいんですよ。台座から含めると結構高くなってる。すごいね、これね。まあ、お顔がね、ちょっと優しいかなっていうところだけ気になったぐらいですかね。もうちょっと険しい感じかなっていう気がするんですけど、造形はめちゃめちゃ細かいんでね。実物ね、多分これ映して光とかでね、醜くなってる可能性もちょっとあるかもしれないです。これはね、クリアパーツになってますね。はい。で、剣がマスターソードがあってっていう感じで。はい。ということで、本日の動画は、ファイナルファンタジー7リバース、発売記念くじ、こちらの方のね、チャレンジ動画となりました。かなりね、多くのローソンで展開しているようです。私が最初に行ったローソンはたまたま売り切れて、ロットで買ったのかもしれないですけど、まあ、たまたまだったんですけど、多分ね、多くあると思います。なので、もし気になった方はね、ぜひチャレンジしてみてください。ただ、アソートがね、冒頭のように結構鬼畜な設定なんで、様子見て相場を見ながらね、落ちるとかね、そういうのも考えられると思いますので、ぜひね、気になった方はこちらの方、チャレンジないしは、チェックしてみていただければなと思います。はい、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録を済みない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、そして各種 SNS のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。